平泉地区をこう現代アートを通してあの多様性のあるあの、まあ、とても楽しい街にしたいなという、のがあのかなり大元の狙いです。特に縁もゆかりも本当はなかった場所なんですけども、いて嫌じゃないというか、すごくあの居心地がいい場所ですね。それは私にとってもそうですし、あのここで滞在してくれるアーティストとか関わる人たちもみんなそういうふうに言ってます。やはりね、自然がもう本当に身近に感じられて、空も山も雲もあのもう目の前にありますしね、木々のね会話してるあの四季折々のねものもいただけるので、もう本当に素晴らしいとこだと思います。原泉だからこそこの絵が生まれたと言ってもう本当に過言ではないと思います。あの宇宙に私たちが住まわせていただいてるっていうのは、ここでしか描けない絵だと思います。
ノイズ入りました。背筋を伸ばします。